やめろ、やめるんだ。こんなことが正しいはずがない。女神アルテナを止めるんだ。ダイガレオン、それはできない。なぜだ。女神アルテナを失えばこの世界は果てしない混乱に陥るぞ。お前はドラゴンマスターとしての使命を忘れたのか。ダイ、忘れてなどいない。だからこそアルテナと共に進むべきだと思っている。どうしてこんなことを。世界は変わるはずだ。人々の中の可能性が新しい未来を切り開くだろう。俺はそう信じる。私には信じられん。ガレオ、すでに運命の扉は開かれた。もはや誰にも閉じることができまい。あとは全てを託すのみだ。未来を担う子供たちに。待て、ダイ。さらばだ、止めろ。ダイ、ダイ、私は認めない。このような結果など断じて認めないぞ。ダイ、アルテナ。空に青き星の輝く僕たちの世界、ルナ。女神アルテナ様によって、かつて死の星だったルナは緑あふれる大地へと変わったという。女神様を守るのは四つの竜の力を自在に操る英雄ドラゴンマスター。代々ドラゴンマスターたちは様々な冒険団を残した。僕は最後のドラゴンマスターダインに憧れている。そしていつしか僕も伝説のような冒険がしたいと思うようになった。見知らぬ広い世界を旅してみたいと。アレス、アレス、何ぼーっとしてるの。ああ、ごめん、ルーナ。何？何か話があるって言ってたでしょ。うん、あのね、ルーナ、僕決めたんだ。決めたって何を。春になったら竜の試練を受ける。ルーナにだけは話しておこうと思って。竜の試練？それって白竜の洞窟に行くってこと。うん、あと一月もすれば雪解けだ。そうすればダメよ。白竜の眠りを妨げる者には災いが降りかかるって言い伝え忘れたの。ダイン様だって白竜の洞窟に行ったよ。それがドラゴンマスターとしての冒険の始まりだったんだ。それは昔の話。竜の試練を受けた人なんかもう10年以上もいないじゃない。ルーナは僕には無理だと思うのかい。だってアレスの剣の修行ってなんだかチャンバラみたいなんだもん。腕相撲だって私の方が強いぐらいだし。何言ってるんだいルーナ。それこそ10年以上も昔の話じゃないか。今だったら僕の方が強いに決まってるだろ。そうかしら。まだ私の方が強いと思うんだけどな。ねえ、試してみよっかアレス。ほら手を出して。え？やらなくったって僕の勝ちに決まってるよ。そんなこと言って自信ないんじゃないの。腕相撲で私に負けたりしたら恥ずかしくて竜の試練なんて口にできなくなるものね。よし、そんなに言うんなら。泉にいたのか。オイラ探しちゃったよ。よいしょっと。あー、いたナル、爪が出てるよ、爪。あー、ごめんごめん。ねえ聞いてよナル、アレスったら春になったら竜の試練を受けるっていうのよ。なんだ、ルーナにも話しちゃったのか。だってやっぱりルーナにだけは。白竜の洞窟には怪物もたくさんいるって話でしょ。無茶だと思うな私。そうかな。去年の秋一度だけ行ったけどアイス結構強かったよ。だー、なるのバカ。それはルーナには内緒だろ。このおしゃべりチミ猫。あ、
猫って言ったな。おいら猫じゃないぞ。羽が生えてて空が飛べて、おまけに喋れる猫なんているもんか。アレス。ふーん、そうだったんだ。私には内緒でナルと白竜の洞窟に行ったことがあるのね。うん、楽しかったよ。今度はルーナも連れてってあげるよ。ナル、少し黙ってて。ごめんルーナ、心配かけたくなくて。それで内緒に。ああショックだわ。アレスったらナルには何でも話すのに、私には隠し事するのね。あのねルーナ。もうアレスなんか知らない。白竜の洞窟でも、ピンク竜の湖でも、マダラオオトカゲの森でも、好きなとこに行けばいいのよ。あらら、ルーナ怒っちゃった。どうすんだよアレス。お前のせいだろ、ひとごとみたいに。お前が来なければこんなことには。おい、一体何しに来たんだよ。あ、忘れてた。親父さんが呼んでたよアレス。ほら、屋根の雨漏り直すから手伝いってさ。あれか。そうだよな、一雨来そうだし。あ、じゃあねルーナ、僕父さんの手伝いしてくるから。ちょっと待ちなさいよ、私の話はまだ終わってないのよ。あ、こら逃げるなアレス。逃げたら絶好だからね。戻ってきなさいよ。私だって話があったのに。いいのかよアレス。あれじゃあルーナまたしばらく口聞いてくれないぞ。まったく、お前のせいなのに。ところでさ、ルーナの悩みはちゃんと聞いてあげたのかよ。え？ルーナ何か悩んでるの？なんだ聞いてないの？アレスにも相談しようかってルーナ今朝言ってたのに。なんだよ、自分だって僕より先にナルに相談してるんじゃないか。ルーナ最近不思議な夢を何度も見るんだってさ。そんでその夢を見るととっても不安になるって言ってたよ。不安に？じゃあ話を聞きに戻ろうか。あ、でもルーナまだ怒ってるよな。どうしようか。ルーナ、いやアレス。ヒスミに戻るぞナル。ナル、あそこにルーナが。この霧、なんか変だよ。おい、ナル、これ自分で動いてるぞ。生きてるんだ。体が霧でできた怪物だよ。このままじゃ。ルーナ、今助ける。
僕の名はアレス。竜の試練を受けることを打ち明けている最中に、つまらないことで幼馴染のルーナを怒らせてしまったんだ。僕とナルがルーナを残して家に帰ろうとすると、突然彼女の悲鳴が聞こえてきた。ルーナが黒い霧の怪物に襲われている。アレス、あの怪物ルーナを食べる気だ。ルーナ、アレス、この霧、力抜け。ナル、霧を吸い込んじゃダメだ。動けなくなるぞ。そんなの無理だよ。空飛べるだろ。逃げるんだ。僕はルーナを助けてくる。ルーナー、なんて感触だ、この黒い霧。ルーナ、しっかり助けに来たよ。アレス、アレス、もう動けない。アレスだけでも逃げ。喋らないで。さ、僕に捕まるんだ。よし、ほら、ルーナ。この霧の怪物、高いとこには来ないみたい。ルーナ、大丈夫かい？ええ、だいぶ楽になったわ。ありがとう、アレス。そうか、よかった。私を助けるために頑張ってくれたのね。いつの間にかアレスって。え？ううん、なんでもない。アレス、見て、この霧、岩を伝って少しずつ登ってきてるよ。なんだって？しまった、このままじゃここも危ない。そうだ、ナル、お前がブルグの村まで飛んで行って助けよう。オイラ、羽がしびれちゃって飛べないよ。どうしよう、私のせいでアレスとナルまで。ルーナのせいじゃない。こうなったらどうする気なの、アレス。そうだよ、剣なんか抜いちゃってさ。ほら、黒い霧の中であそこだけが赤く光っている。しかも強く光るたびに霧全体が大きく動く。きっとあれが本体だ。だからあいつをこの剣で。そんな無茶な。大生物を剣で切れるわけがないだろ。失速するのがオチさ。無知な田舎者はこれだから困るんだよね。誰だ。まあいいから、素人は黙って見ていたまえ。そこ動くんじゃないぞ。女神アルテナの名において命じる、イカズチよ。僕の名はナッシュ。君たちは運がいい。天才魔法使いの僕が通りかからなかったら命はなかったところさ。感謝したまえ。なんか威張ったやつだな。へえ、羽の生えた喋る猫か。さすがに田舎だ。変わった生き物がいるね。アレス、こいつ引っかいていいか。やめろって。僕はアレス、彼女はルーナ、こっちはナル。助けてくれてありがとう、ナッシュ。なに、僕は魔法ギルドのエリートだからね。一般人を助けるのも義務のうちさ。魔法ギルド？そうとも。僕はあのグエーンの魔法ギルドの人間さ。しかも四英雄のお一人、大魔導士ガレオン様の一番弟子だ。エリート中のエリートさ。ベーン？大陸にあるあの有名な魔法都市？僕らと年も違わないのに、君ってすごいんだね。そんなエリート魔法使い様がこんな田舎に何しに来たのさ。ドラゴンマスターになるために決まってるだろ。ドラゴンマスター？そう、ここの近くに白竜の洞窟があるんだろ。僕は竜の試練を受けに来たのさ。てぇ、
こんなの朝飯前さ。ま、僕の実力なら竜の試練だって軽い軽い。じゃあナッシュ、先に進もう。ルーナはここで待ってて。いや、私も一緒に行く。え？アレスもナッシュと一緒に竜の試練を受ける気なんでしょ？だったら私も行く。アレスって無茶ばっかりするから心配なんだもん。そんな危ないよ。さっきだって。もう決めたの、一緒に行くって。アレス、ルーナ言い出したら聞かないよ。そうだけどささ、行きましょアレス。うわあ。一体白龍ってどこにいるんだ。もうずいぶんそこまで降りてるはずなのに。なんだ、もう疲れたのか。案外根性なしだよな、ナッシュって。すっげーな。ねえアレス、あれ何かしら。あそこに大きな壁画みたいなものが。ほんとだ、竜のレリーフかな。苔だらけでよくわからないけど。なんか字が彫ってあるぞ。ナッシュ、エリートだったら読めるだろ。なんて書いてあるんだよ。え、ああ、その、これはそのだな。ほら、つまり読めないでやんの。うるさい。これと似たような文字はウェーンの魔法図書館で見たことがある。でも専門家でないと解読なんか。女神アルテナの名のもとに聖なる白龍の名を唱えよ。さすれば扉は開かれる。ルーナ、この文字が読めるんだ。あ、ええ、なんとなくだけど。白龍の名前ってドラゴンマスターダインが乗ってた龍の名前だろ。そんなの知るわけないじゃん、ナアレス。ああ、ガレオン様から聞いたことがあるようなないような。あ、おいらひらめいた。きっとボボンバだよ。ああ、そうそう、確かそんな名前だった。本当かな。白龍ファイディ。え、何ルーナ。ファイディ、白龍の名前よきっと。あ、ファイディね。そう言われればそんな気も。とにかく唱えてみよう。聖なる白龍の名、それはファイディ。何も起こらないじゃないか、やっぱり。アレス、岩が動き出したよ。扉になっていたんだ。開くぞ。ここは、こんなところに神殿が。どうしたのルーナ。見てアレス、石像が。これはすごい数の石像だ。それにまるで生きているみたいな。でもなんでこんなにたくさん、誰が作ったんだろう。それはわしの怒りに触れた愚か者たちの苗の果てじゃ。
の名はアレス。竜の試練を受けるために白竜の洞窟にやってきた。そして僕たちは洞窟の奥にある神殿で白竜に出会ったんだ。誰だ、わしの眠りを妨げる者。わしは白竜のファイギー。お前たちは何者だ。僕はアレス。ドラゴンマスターになりたくて竜の試練を受けに来ました。竜の試練？その通り。僕は魔法都市ベーンから来たナッシュ。この世界を守るために僕をドラゴンマスターにしてくれ。竜の試練は厳しい。もしわしに認められなければどのようなことになろうとも覚悟はできておるな。はい、もちろん。ドラゴンマスターに必要なものは真実を見出す心。もしお前たちの心に嘘偽りがある時には真実は見つからない。そしてそこの石像たちのように真実を永遠に探し続けるのじゃ。え？ではなし。わしの目を見よ。ちょっと待って。石像になるなんて聞いてる。うわっ！次はアレス、お前じゃ。ここはお前の心の中の世界じゃ。ここでお前自身が試される。ドラゴンマスター大に憧れているとそう申したが。はい、大切な人を守れるだけの力が欲しいから。大切な人とは？ルーナ。あの娘か。ルーナは僕の幼なじみです。僕はどんな時でもルーナを守ってあげられるくらい強くなりたいんです。それでは一つだけ質問しよう。もしルーナを殺さなければ世界が滅びるとしたらお前はどうする？そんな、ルーナを殺すなんてできるわけがない。だとしたら世界は滅びるのだ。お前の父も母も友人も何もかも失うのだぞ。それでもルーナを選ぶのか？それは。ここは。あ、ナッシュが元に戻った。ナッシュよ。お前の心の真実見せてもらった。ドラゴンマスターになりたいという本当の理由もな。ナッシュ、お前の思いは分かった。竜の試練に合格したと認めよう。え、本当かい？やったー。待ってください、ファイディ様。なぜアレスは元に戻らないのですか？まだ真実が見つからぬということじゃ。あの少年は最も難しい質問を選んだ。答えが出ることはないであろう。そんな、アレス。答えよ、アレス。お前の大切なルーナとこの世界とどちらを選ぶのだ。さあ答えよ。僕はルーナを助けます。ほほう、ルーナを。では。そしてこの世界も救います。
きっとそういう方法があるはずです。僕は必ずやり遂げてみせます。アレス！ルーナ！じゃあ僕は。アレスよ、お前の決意確かに見せてもらった。竜の試合合格じゃ。二人とも合格？いやいや、ドラゴンマスターになるためにはまだ3回の試練が残っておる。赤竜、青竜、そして黒竜じゃ。ではこれを受け取るがいい。何これ、鳥の羽が2枚？それは白竜の羽じゃ。残る3つの竜の羽を集めたとき、ドラゴンマスターの資格が得られるのじゃ。残り3つの竜。他の竜たちは世界中に散らばっておる。どこにおるのかはわしにもわからん。苦労して探すことじゃな。よし、ベーンで調べれば手がかりはすぐに見つかるさ。僕は早速帰ってみる。アレス、これも何かの縁だ。もし魔法都市ベーンに来ることがあったら気軽に声をかけてくれたまえ。何でも面倒を見てあげるよ。それじゃ。あ、ナッシュ、なんだよ、抜け駆けしちゃってさ。アレス、急ごう。ああ。元気のいいことだ。さあ、旅立つがよい。人間の子らよ。はい。行ったようだな。うん。たまには寄ってみるものだ。こんなに面白いものが見られるとはな。お主は昔から運だけは強かったからの。で、どうも。ナッシュとアレス、どちらがドラゴンマスターまでたどり着くか。さあなあ、あのぐらいの子供たちはいくらでも成長する。なんとも言えんが、まあどちらかといえばアレスという小僧の方が面白そうだな。それはそうじゃろう。何しろ。いや、そういう意味じゃない。俺はあの小僧自身が気に入ったよ。旅の楽しみが一つ増えたということか。おい、アレス！なんだよ、またダインの墓にいたのか？あれから3日も経つのに一体いつ旅に出るんだ？なあ、ナル。ダイン様がブルグの村を旅立つ時にはどんな気持ちだったのかな？さあ、まだ見たことのない世界を思って不安を覚えたりしなかったんだろうか。それとも夢と希望に満ちていたんだろうか。そんなのどっちでもいいじゃん。オイラはアレスについていくだけだもん。お前はお気楽だよな。誰？アレス、あそこに。いや、すまんすまん、立ち聞きする気はなかったのだが、何やら面白そうな話が聞こえてきたのでついな。あなたは？俺の名はレイク。見ての通りの風来坊だ。風に誘われるままあちこちを旅して回っている。どうだ小僧、俺の話を少し聞いてみないか。
僕の名はアレス。白竜の試練に受かった僕はドラゴンマスターへの一歩を踏み出した。残り3つの竜を探す冒険の旅に出る前に僕は少し不安になっていた。そんな時レイクと名乗る旅人と出会ったんだ。なんだかとっても豪快なおじさんなんだけど。おい小僧、アレスとか言ったな。はい。俺は根っからの旅人でな、これまでたくさんの世界を見てきた。なんかうさんくさいおっさん。うさんくさいか俺は。ごめんなさい。レイクさんでしたっけ。どうしてブルグの村に。ドラゴンマスターダインの墓を見物しに来たのさ。レイクさんもダイン様が好きなんですか。いや、何、話のために一つな。僕はダイン様に憧れています。そしていつかドラゴンマスターになりたいと思ってます。思っているだけでは何も始まらんぞ。未知のことを前にすれば誰でも不安を覚えるものだ。だが困難の数だけ希望が芽生え、恐れの数だけ勇気が生まれる。そして多くの出会いと別れがお前を大きく成長させるだろう。旅とはそういうものだ。旅とはそういうもの。俺が初めて旅に出たのもお前ぐらいの年だった。どんな気持ちだったんですか。今のお前と同じだよ。不安でいっぱいだったさ。さてもう行くとするか。今度はどこへ。海を渡って大陸に戻る。もしお前が旅に出るならどこかで会うこともあるだろう。さらばだアレス。変なおっちゃん。でもおいらなんとなく好きだな。決心したよ。僕は旅に出る。ドラゴンマスターを目指す旅だ。そう来なくっちゃアレス。おいらも行くよ。なるは文句ばっかり言うからな。文句なんか言わないからおいらも連れて。正しいはずがない。女神アルテナを止めるんだ。ダイン。ガルン、それはできない。なぜだ。女神アルテナを失えばこの世界は果てしない混乱に陥るぞ。お前はドラゴンマスターとしての使命を忘れたのか。ダイン。忘れてなどいない。だからこそアルテナと共に進むべきだと思っている。変わるはずだ。人々の中の可能性が新しい未来を切り開くだろう。俺はそう信じる。私には信じられん。ガレン、すでに運命の扉は開かれた。もはや誰にも閉じることができまい。あとは全てを託すのみだ。未来を担う子供たちに。待て、ダイン。さらばだ。
また、あの夢。アレス？アレス？まだ起きてる？うん、旅の支度をしてたから。どうしたんだい、ルーナ、こんな真夜中に。少し話がしたいの。オイラもう食べられないよ。じゃあ外に出よう。ナルを起こしちゃ悪いから。星が綺麗ね。手が届きそう。ルーナ、話って。よかったわね、アレス。お父さんとお母さんが旅に出ること許してくれて。ルーナはどう思ってる？僕となるだけで旅に出るってこと、やっぱり怒ってるの？アレス、私の夢の話を聞いてくれる？夢？え？ダイン様とガレオン様が？そう、いつも同じ夢なの。初めて見たのは1年ぐらい前かな。でもこの頃夢を見るたびにとても不安になって。じゃあ旅に出るのは少し延ばすよ。ルーナがそんなに不安なら。ナッシュが話してたの覚えてる？ガレオン様が魔法都市ベーンにいらっしゃるって。ああ、私ガレオン様に会いに行こうと思うの。え？ガレオン様ならきっと何かわかるはず。うん、だから私もアレシやナルと一緒に旅に出る。もしダメだって言われたら。一人でも行くつもりなんだろう、ルーナは。うん、わかった。どうせ僕もベーンにいるナッシュに会うつもりだった。一緒に行こう、ルーナ。ありがとう、アレス。本当のこと言うと、ルーナと一緒の旅だったら楽しいだろうなって思ってた。でもどんな旅になるかわからないし。そうね。旅の途中でいろいろあるかもしれないけど、僕がルーナの力になる。だから心配しないで。アレスったらカッコつけちゃって。本当に頼りになるの？もちろんさ。ほら、あの青き星に誓うよ。何が起こっても僕はルーナを守ってみせるってね。じゃあ信用してあげる。なんといっても未来のドラゴンマスターだもんね。ちぇ。なる、はしゃぎすぎて海に落ちるなよ。だって海って初めてなんだもん。この中にお魚がいっぱいいっぱいいっぱいいるんだろ。おいら海って好きだな。なるったら。でも私も海が好き。潮風が気持ちいいもの。これから行くメリビアの町ってどんなとこ？貿易が盛んな町らしいよ。四英雄のお一人、メルデ・アルカークって人が治めてるんだ。通称メル提督。へえ、一体どんな人なんだろうね。ヒゲ面ででかい体の頑固なおっさんよ。え？君は？私はジェシカ、メリビアに住んでるの。僕はアレス。僕たちメリビアに行くのは初めてなんだ。私はルーナ。ジェシカは一人旅なの？まあね。へえ、すごいや。おいらさ、ナルってんだよ。喋る猫なんて初めて。猫じゃないんだけど、まあいっか。お前、本当に女の子には甘いよな。男だったら怒るくせに。ねえねえ、ジェシカちゃん、メリビアに着いたら街を案内してよ。いいわ、もしこの船が無事にメリビアに着いたらね。それってどういう意味？なんだよこいつら。全員その場を動くんじゃない。この
船は我々が占領した。命が惜しかったら金目のものを差し出すことだ。うわ、海賊だよアレス。どうしようアレス。あら、思ったより早かったわね。え、まったくアレスたちも運が悪いわね。いきなりこんな船に乗り込んじゃって。命の保証はできないわよ。ジェシカ、君は一体。
の名はアレス。生まれ故郷のブルグの村を旅立ち、メリビアに向かう船の上で僕たちはジェシカという少女に出会った。貴様ら、無駄な抵抗はするなよ。おとなしくしてれば命だけは助けてやるぜ。そんなの嘘に決まってるじゃない。あいつら極悪非道で有名なんだから。アレス見て、船が近づいてくるわ。もしかしたらあれがあいつらの海賊船よ。あ、本当だ、ドクロの旗が立ってる。あいつら客のふりをして乗り込んで船を占領するの。それからあの海賊船で金目のものを運び出すの。ジェシカ、君は何者なんだ。なぜそんなことを知ってるんだ。私は女神アルテナ様に仕える神官、正確には神官見習いかな。神官？何よその顔。ほら、ぼやぼやしてると海賊に捕まっちゃうわよ。こっちこっち、中に入って。ジェシカ、ここは？じゃーん、見て。あ、大砲だ、こんなにいっぱい。実はね、この船はメリビア艦隊の軍用船を改造したものなの。なんでそんな船が？もちろん海賊を退治するためよ。普通の船に見せかけてあいつらをおびき寄せたの。そんなことよりアレス、あんた剣の腕には自信ある？まあ一応は。じゃあアレスの役目はそこの扉を守ること。海賊たちが入ってこないようにやっつけちゃってね。そんな簡単に言うけど。大丈夫、この船は太っ腹のメル提督のものなの。少しくらい壊したって平気よ。そういう問題じゃなくて。ルーナは私と一緒に大砲ね。まずは海賊船を沈めないと。私大砲なんて撃ったことないわ。簡単よ、私が教えてあげるわ。おいらはナルは弾を運んでちょうだい。じゃあ行くわよ。それ。ほらこれでいいの。弾はいくらでもあるからバンバン撃ってね。どっから撃ってる。そっちか、見ろ、あっちだ。どけ。いや、ふっ、さあ来い、ここは一人も通さないぞ。いけ、そんな構造一匹さっさとしましょう。当たった当たった、うまいじゃないルーナ。沈み始めた。よし、これがとどめよ。おかしら、大変です、わしらの船が。やろうども、ここは一旦引くぞ。海賊船は沈んだわよアレス、あとはあいつらをやっつけるだけ。開けなかったのね。もう少し楽しめるかと思ったのに。あれ、あの海賊の親玉は？捕まえた連中の中にはいないぞ。え、そういえば一体どこに。あっ、ジェシカ。よくもここまでコケにしてくれたな。 あんたはこの野郎、ジェシカちゃんを放せ。動けない。このナイフが見えねえのか。お娘の喉を切り裂くぞ。くそ。さあ小僧、剣を捨てろ。そして俺の手下ども自由にしてもらおうか。どうしようアレス。しょうがないよ、ここはひとまず。私に構わないで、こんなやつ。黙れ小娘。あ、それは剣を捨てろ。俺は気が短いんだ。考えがある。合図をしたらあいつの注意をそらしてくれ。その隙に僕は船の舵を。分かった。なんだ、よく見りゃ結構べっぴんじゃねえか。
これなら高く売り飛ばせるね。覚えてなさいよあんた。そっちの小娘とまとめりゃいい金になるぜ。よし今だ。なんだこいつ。それジェスカ今のうちに逃げて。ちょっと待って、よっくもやってくれたわね。許さないわよ。あー、すっきりした。ジェシカちゃん、怖い。やるじゃない、アレス。とっさに舵を切って船を傾けるなんて。いやアレス、なんか大きな岩にぶつかったよ。これ、すっごくやばい。メルテ督は間もなくいらっしゃいます。この部屋でお待ちください。しっかし危なかったよな。ほんとね、もしメリビア艦隊が通りかからなかったら。アレスが考えなしに舵を切るから船が座礁したんだぞ。だってしょうがないだろ、あの時はジェシカが。でもなんでメルテ督の屋敷に呼ばれたのかしらね。やっぱアレスが船を沈めちゃったからだよ。きっと怒られるんだ。船など気にしとらん。わしがこのメリビアの町を治めるメルデ・アルカークじゃ。僕はアレスと言います。はじめまして、メル様。ルーナと申します。オイラ、ナル。なあ、おっちゃん、オイラたちに何の用？こら、ナル。実はな、あの船にはたまたまわしの一人娘が乗っておったのじゃ。母親にで、とてもおとなしい娘でのう。それが海賊に襲われるなど、どんなに怖い思いをしたかと考えると、わしは胸が痛んで痛んで。メル様。それで一言礼を言おうと思ったのじゃよ。おお、そうじゃ。娘を紹介しよう。誰かジェシカを。え、ここにおりますわ、お父様。おお、ジェシカ。あの船では大変お世話になりました。またお会いできて嬉しゅうございます。私がジェシカ・アルカークです。どうじゃ、美しく気品のある娘じゃろう。嫌ですわお父様。あの、私アレス様たちにお願い事があるのです。私の部屋にお通ししてよろしいですか。うん、好きにするがよい。では皆様、こちらへご案内いたしますわ。Thank you.
Oh.